アラピーでーす。ピエンイズワッツアップビケンポピュラーアンワイドアゴー。 Why am I saying ピエン? Because we've just entered rainy season. Once rainy season is over, the hellish summer begins. I'd say this many times. Summer in Japan is seriously hot. So anyoneplanning to visit should be prepared. Today, I'd like to make teriyaki chicken pizza. I previously introduced how to make teriyaki chicken, so please check it out if you are interested. I'll include the URL in description. The video is quite old, so quality might not be the best, butRest assured, flavor is excellent. Ready go. はい、材料はこんな感じです。卵、チーズ、マヨネーズなどどこでも手に入るシンプルなものしか使ってないです。それでは作っていきます。まあ作るって言っても食材を食パンに乗せるだけなんだけどね。日本の食パンはマジで美味しいよ。他のどの国で食べてもパサパサした食感になるんだけど、日本の食パンはふわふわ。このふわふわな食感は動画で伝わるのかな。日本に来た人がコンビニのサンドイッチに感動するのは食パンがふわふわだからだと思う。はい、卵を乗せていきます。全然関係ないけど敬語について話させて。日本語を勉強している人の中には敬語がよくわからないって人もいると思います。例えば自分が言う場合は言うは申すになるんだけど、相手が言う場合はおっしゃるになるみたいに敬語ってめちゃ複雑なので、文末にですやますをつけるだけで十分。けどですとますを同時に使う必要ないから覚えておいてね。例えば、行きますですか?とか言う人いますが、間違いです。正解は、行きますか?動詞の後は、ますを使い、それ以外は、ですを使うと覚えておいてな。てか、トッピングの仕方めっちゃ適当。見栄え悪。まあ、見栄え悪くても味が良ければいいっていう考えなのですいません。俺はショートケーキの味をしたうんこと、うんこの味をしたショートケーキなら、ショートケーキの味をしたうんこを食べます。皆さんはどっちですか?って話してるうちに完成。はい、5分ほどトーストします。その間に海苔を切ります。海苔が入ると、風味も食感もすごく良くなるからおすすめ。ここも切り方雑やな。完成。程よく焦げたチーズが食欲そそるわ。いただきます。いや、サムネ撮ってないで早く食べろよ。まず音だけでわかる。これはめちゃうまい。照り焼きの甘いソースとマヨネーズの酸味の相性は完璧。照り焼き、マヨネーズ、チーズってカロリーのトライアスロン。これ一つで何キロカロリーなんだろうとか考えたら飯がまずくなるので、美味しく笑顔で食べたらゼロカロリー。アラピー理論ね。論文作っとくわ。てか具材入れすぎた。超食べづらい。しょうがないので折りたたんでサンドイッチにするわ。味は変わらないけど見た目はさらに悪くなった。ごめんね。ここで事件発生。せっかく海苔を用意したのにトッピングするの忘れてた。放置してる間にしけちゃったし最悪。これこそピエンだわ。もうほとんど残ってないけど、海苔をかけて再度いただきます。
磯の香りがとてもいいアクセントになってる。最初から入れたかった。はい、完食。ニートの貯金並みに一瞬でなくなりました。落ちた肉もしっかり食べます。ごちそうさまでした。I put too many toppings on, so it was really hard to eat, but it was delicious. Well, since it's hot, I think I'll be making more indoor videos. I'll be introducing delicious food. So if you like it, please subscribe to my channel and like. Hit the like button. See you.